福岡空港の国際線ラウンジがあさってリニューアルオープンします。魅力ある新たな施設づくりを推進している福岡空港、目指すのは東アジアトップクラスの国際空港です。リニューアルオープンを前に今日お披露目された福岡空港国際線のラウンジ。新しくなったラウンジはこのように滑走路を一望できるほか、壁には福岡県の伝統工芸品があしらわれるなど非日常的な空間が広がっています。福岡づくりをコンセプトに、軽食のメニューには博多名物の豚骨ラーメンや明太フランスなど19品が新たに加えられました。日本らしさを取り入れた風情あるリラックスゾーンに、スマートなビジネスゾーンも設け、広さは従来の2倍以上に。あさってからビジネスクラスの利用客が使うことができます。これから旅客数が引き続き伸びていくというふうに見込んでおりますので、多くのお客様を心地よい空間でおもてなしするというようなところで、皆様に愛される空港を目指していきたいなというふうに考えております。旅客数を2023年度のおよそ2500万人から30年後に3500万人まで増やすことを目指している福岡空港。快適に利用してもらおうと、現在多くの場所で改修工事が進められています。国際線のターミナルビルでは、延べ床面積がおよそ2倍となる増築工事が。保安検査場や免税店を拡張し、フードコートを新設する予定で、来年3月のグランドオープンを予定しています。一方、ビルの外では、福岡空港国際線のすぐ近くでも工事車両が止まっています。工事が進められているのは新しい管制塔です。航空機の混雑や遅延が長年問題となっている福岡空港では、現在2本目の滑走路が整備されています。これに伴い、高さが従来の3倍、94メートルの管制塔も建設中で、来月末にも完成の予定です。国内線でも工事は進んでいます。空港直結だった立体駐車場は今後建て替わり、商業施設、ホテル、バスターミナルが一体となった複合施設が計画されています。完成は2026年度の予定です。福岡空港が目指す東アジアトップクラスの国際空港へ、着々と整備が進められています。